はい、皆さんこんにちは、デジタル、レクチャーシステムですね、こちらのですね、通信添削でビデオに対して私が、ミスティミューちゃんの、簡単に言うとマジキャッスルでの、ルーティーン、これはある程度私のアドバイスで作ったものですけど、これに対する、修正点ですとか、こういう風にしたらいいという部分も含めまして、ちょっとシミュレーションしてみたいと思います。さあ、どんな形でできますか。これを体験して皆さんがどうしたらいいかを見てください。さあ、これは本当に生本番でキャッスルでやった人気のショーの中の一つです。もちろんよくできてても、完璧ではないですね。まず、ご覧になって分かるように電気を消して音楽から始まります。で、目の前にはいろいろなアイテムが置いてますね。このアイテムが後でどのようになるか、このアイテムはお客様はいろいろ気になりますよね。だからそういう意味での最初のつかみのコーナーです。はい、衣装の方に注目してください。これは青材というね、やつを着て、日本人の印象を逆にアジアという印象で固めております。はい、でベティーブー、アメリカでは人気がある有名なもの、日本にあまりこだわらないという方針で言っております。はい、ベティーブーのこのぬいぐるみじゃないや、なんだろうね、人形ですね、普通のね、この人形をどう使うかです。はい、雰囲気的に日本人はとても華奢で小柄でという可愛らしいイメージがあるので、そのイメージを出しました。さあ、最初に前振りとしてベティーブーをここに置いておきます。さあ、本来ですとここで今ね、無言の時間がなることはあんまり得ではないので、何とかしたいと思いますね。はい、実際このカードを見せることも、そうですね、スプレッドしてひっくり返すっていうのももうちょっとテキパキやらないとあまり良くないですね。で、好きなとこでストップと言ってもらいます。はい、でまず1枚出します。そしてここは、オガオープなんですね。はい、実際はですね、まだまだ直したいことがあるのは、左右の手が一緒ではないことだとか、はい、キャラクターで押してますけどもね、キレの部分を作ったらいいですね。もうちょっと見ていただきましょう。はい、さあ、カードを出しました。ここから今度は初めてお客様を呼びます。演技の都合上からですね、大会などと違ってお客様後から出すことが十分可能で、物が置いてありますので、下手に酔っ払いのお客さんが来るといじられちゃいますから、ここで呼んだ方がいいでしょう。はい、もうちょっと落ち着いた形で、立ち位置をうまくやるべきだと思いますね。はい、で挨拶をしまして、はい、これ無意味なひっくり返しですね。はい、でまず彼女がここで座るか立つかというところがまた問題なんですけども、またやりましたね。これあんまりいらない、他の方がいいと思いますね。はい、今現状立ったままの演技になっております。もちろん座ると人間ちょっとね、日本人ちっちゃいですから見づらくなってしまうという場合もありますので、立つのも一つのアイデアだと思います。これどちらというわけではないです。後の段取り上から立つか、座るか決めたらいいでしょう。はい、どちらかというと、見せ方のインパクトがまだ足らないですね。切れるような演技っていうんですか、そういう形のものがもっとできるといいと思います。ただ、さりげなく手元を見ないでカードのコントロールとか、ちょっと見ちゃいましたけど、コントロールとかそういうところは手元見ない方がいいです。もっと演技は、技法をやるときはテキパキとクリックリッとね、要するに本当に終わらせるような形で、喋ってる言葉と手はシンクロしなくていいということを考えてください。さあ、カードを見ました。はい、さあ、これはサッカートリックになってますね、最初にね。オープニングとしてサッカートリックで、まず見やすくします。はい、これ段取りが違いますね。手の置き方とカードの、置き方が違います。そして言われた時に、はい、サッカートリック本当は違うんじゃないかと、グラッとするという感じですね。はい、なんて言うんでしょうか、現在はもうこれいろいろ改良しまして随分良くなってるんですけども、この雰囲気を彼女は推したい。好き嫌いですね、これが嫌だって人もいますし、好きだという人もいますと。さあ、そしてサインです。手の動きがね、もう分かると思いますよね。これくね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 してますけど、これを今とりあえず彼女は売りなんで勘弁しちゃってくださいね。私の場合は綺麗のいいパッパっていう演技で、彼女はこういう形で売ってます。ですからキャラクターをどう使うか、それが当たるか外れるかというのはその時ですね。もちろんこれがどこの国で受けるかということを考えた時に、アメリカでは非常に受けているので、この方針でいいのではないかという形でしょう。はい、私が好きかどうかって言ったらこれまた別です。さあ、今度カードが出ました。はい、ここから、スキルものに入ります。少しね、はい、さあよく見ててください。これ実際に現象がどうなってるかってことは見える必要ありません。このようなレッスンは例えば皆さんが同じように送る場合でも、もちろんですね、編集するとやっぱり画像が悪くなりますから、
ご自身が送っていただいた動画をですね、送っていただいたところの動画を見ながら私のコメントを、場合によっては音声だけかもしれません。いいですか、音声だけで、聞いていただくと。その場合は自分の演技を解説、一緒に映像このオープンしながらというんですか、聞いてもらうといいです。もちろん、変な話ですけど、デジタルシステムの方でも通信添削も含めてお互いの相互関係の場合は、編集もしますから、ここに字幕が入ったりとかしてね、返す場合もあります。それは適材適所、一番いい場合がいいでしょう、はい、さあ変化します。これはリセットですね、基本的にはね、はい。で、一応ですね、これリセットやってるんですけども、私はこのリセットっていうのは、基本的に言うと、これアメリカのポール・ハリスですね。アメリカのこのちょうどカリフォルニアすぐ近く住んでるポール・ハリス氏がやった有名な作品でいっぱいバリエーションができてます。で、基本的には ASTM のこの変わり方っていうのは一緒ですから、私が望むものはそのままやってしまっては、ポール・ハリスと同じですね、同じかそれ以下になってしまいます。だから実はやり方を少し変えるべきだというのが私の考え方でして、まず一応リセットしましょう。リセットボタンを押します。そうすると、このカードは、はい、戻ります、はい、横にちゃんと NM 制カードできているようです。カウントの仕方とかね、はい、で彼女のやり方はこういうなんかくねくねしたポーズでブレーキとかそういうのはあんまり関係なくやってますから、それはいいのではないかと思いますね、はい。さあ、ここで通常はリセット終わりなんですが、はい、カードを先に抜かしてますよね、はい。スナップすると1枚裏側に、カードが、こちらには、はい、エースが飛んでるという意味です、はい。ね、これはリセットローケーションかなという演技だったかな、私の作品なんですけど、これをやることによって、マニア、プロ、知ってるね、この演技を知ってる人たちは、これちょっと違うよと思います、はい。私の場合はこれアンドロイドリセットをよく使う場合もありますし、ディメンジョンリセットを使う場合もあります。だから同じリセットでも何が結論でくるかわからないから面白いというところで、彼女は今リセットローケーションで、彼女ももちろん場合によっては、ディメンジョン、リセットを使う場合もありますね。さあ、雰囲気が変わりました、はい。カードがイントロダクションとしたら、これ起承転結のショーの部分にありますね、はい。今度どうするかというと、スリーシェルゲームです。どちらかというと彼女が一番安全安心できる技術ですね。でテクニックであることはもちろん分かってますので、そのテクニックを駆使するということです。さあ、マットの上にもう一つマットを出しました、はい。これがいいかどうかというのはちょっと微妙です。基本的にはですね、黒いマットはやりやすいとかあります。特にですね、これ問題なのはこれグリーンピースのピースを使うので、はい、やっぱりね、ダメなんですよ、これね、グリーンの上だと。だからこの黒を使うという形で、私の場合はね、考え方によってはこれ同じ素材があれば赤いピースとかあれば非常にいいのではないかと思います。使ってる素材のこの3シェルゲームのシェルは非常に高価な金属のやつでなんですよね、金のね。で、またはそうじゃなくて本当にクルミのようなもの、多少重みのようなものを使ったりとか、場合によっては日本のおちょこみたいなもの、やり方によってはいろいろあると思いますので、テーマを決めたときにそのテーマに合わせていってみたいと思います。で、今回なぜこれを使っているかというのは、もちろんこれ品物がいいから、みゆちゃんが持ってるね、そういう道具の中で非常に良い品物なのでいいです、はい。これテクニカよく練習してますから、実にストレスなく見れますね。これも最初うまくできたわけではなくて、ものすごくこれ時間をかけて練習をした上でできるようになっているということです。さあ、これで、彼女がもちろんカードと、これも含めてですけど、テクニックを押しているということがよくわかるんですよ、一般のお客さんもね、はい。あ、なるほど、これ技術やってるなと。そうすると彼女のこの、なんていうんですか、ふにゃふにゃしたくねくねしたっていうんですか、この演技というものが実にその影に隠れて、いいイメージに見えてくるということですね、はい。そういうようなものがないと、このキャッスルのこのステージ、クローズアップには出れないんです。彼女はもちろんジャパンウィークにもちろん出演してますし、それだけではなくて、レギュラーの週にも出てます。いいですか、レギュラーの週にね、アーリーアーリーにもこの間出ましたし、その前にもバーにも出たこともあります。これが望まれるのはやっぱり必要でお客様が望まれますから、望むからですね。さあ、ここら辺からクライマックスの方に行っていきます。で、実際はここはね、実は僕はね、テリー・ランソードとかああいう人たちのミスレクションというか、やり方をね、少し参考にしてほしいのがあるんですけど、これはまた別の機会ということなんですね、はい。今真ん中に入っている、これは1回1回が同じような手順ではなくて必ず引っかかるにします。さあ、最後これ持ってきます。ショットグラスです。ショットグラスをかぶせます。かぶせました、はい、いいですか。そしたらこのショットグラスをやるときに指を出してといったときに、ワンクッション入れまして、これで、はい、処理終了です、はい、OK です、はい、処理が終了してますから、あとは何も問題ないですね、はい。
はい、今手下に行きましたけど、あれあんまり良くないですね。はい、手は下に行かないです。ここで全ての処理をしなきゃいけない。はい、ここでね、もう一つね、まだ問題があることもあるんですけど、ショットグラスのショットを遠くに離しますよね。はい、これグリーンに置けないですよね。はい、そしてこのビュ、ベティーブーのところに置くと、はい、黒に置いてもいいんですけども、黒のところだとちょっと近すぎることと、シチュエーションをチェンジするためにはこのベティーブーのところに置く。つまりここで初めてベティーブーが必要性が出てきましたね。ようやくただの飾り物ではない雰囲気になってきます。でどこにもないということが分かりました。ということはどういうことかというと、グラスを見ろと。そうするとここに何かあるじゃないですか。はい、残念ながらこれはちょっと見せ方がもう少し上手でないといけませんね。本当だったら私このベティブもっと前に出しておきますね。そして前に出して、前に出した時の横に置いちゃいます。はい、一度畳んでます。まあいいでしょう。さあ、もう一回カード出てきました。ここからです。はい、起承転結 の、 まあこれが、まあ、そうですね、天に入るところかな。はい、彼女の演技を見てますと分かると思いますが、とにかくこれ技術を中心とした構成にしません？テクニックをね。はい、結局やっぱりそのギャップっていうんですかね、女性だからお花を出して、要するに髪のバラバラ出してるっていうんじゃ誰でもできるし当たり前ですから、やっぱりできないことを前提に作ればいいんです。でこれはあくまでも少なくともね、子供たちがやってるテレビゲームとか、そのビデオゲーム、またはそのスマホのゲーム、あれなんかよりずっと優しいんですよ、練習って。だから嫌がらないでやればできるようになっています。誰が教えるかですね。コインロールです。実際彼女の一番得意なところコインロールで、ここでコインロールを見せたいと。はい、左右でまずコインロールをやりまして、これはギネスを持っているジェフ・マックブライトよりも数も全然多いですから、はい、そしてマッスルパス、はい、これいけないところあります。マッスルパス上げるときに下の手が動いてます、上に。はい、これは絶対動かないで下に下がるぐらいで、距離よりも大事なところですね。はい、はい、動いちゃいます。ほら動いちゃう、動かないです。これ私は動かないです。これ大事ね。シュート君もほとんど動かないですね。はい、さあできました。そしてここでコインで、実はこのコインの、まあこれシールしてこれ入れるところありますよね。実はこれはうちの商品の、小川シスタ、なんだっけな、そうだけど、すごいいいアイテムが入ってまして、はい、それを使って容易にできます。当然もちろん容易にできる方もあれば、単なるパームして出す方もありますので、これでもいいと思います。ただこの時は、小川なんだかな、ちょっと忘れてたんですけど、セットを使った方が楽なので、はい、できればこれもうちょっと早めにパッパッとこれだけはメガリをつけて早く出した方がいい。早く出たから。はい、さあ初めてこの4枚のコインが出ました。うん、そしてキングですね。はい、はい、このスタイルはそうでよろしいと思います。でこれもコインアセンブリがよくありますから、誰でもよくやるコインアセンブリになっているので、同じようにやるにしても、ノースチールメソッド、私の作品を使っています。結論的に同じようなこういうのをやるときに、そのスチールとかそういうものを何回も何回も同じことをやるということが非常に損なので、はい、やるわけですね。ここもいろいろこだわりがありまして、コインは4枚しか使わない、5枚は使いません、はい、ギミックは使わない、シェルは使わない、そういう形からやってこれで移動します。さあちょっと見てみましょう。はい、最後にですね、このエース、これね、綺麗にね並べることをしなきゃダメなんだな、本当はね。4枚はね、キングを綺麗に並べるってことなんですけど、まあ、現在は綺麗に並べるようになってます。はい、さあじゃあもう一回やりましょう。はい、ここでもう仕方がない、スチールする必要がありますから。はい、スチールしました。はいね、結局2度目のアセンブリーを同じようなやるときにスチールしなきゃいけないので、1回目に同じシールやってると分かってしまいますから。はい、ってことですね。さあ行きましょう。結局同じ技法を使ってしまえば、それは一般のお客さんは必ずと言ってほど見破ります。見破らない人は見破らないような努力をしてくれてるだけなんですよ。だから違うものをやったり、はい、ボキャブラリー的にはちょっとスーパーマンよりもっといい話があったと思いますから、やってみたいと思いますね。はい、そういうことはちょっとね作り直しちゃいます。はい、今、バニッシュするときに、スパイダーするときに位置がずれたのよくないですね。さあどういきましょうか。ここからさあ最後入れました。はい、まあもちろんこれは当然最後見ていただいておりますけども、本当に入れてるかどうか、それは入れてないんですけどね、本当に入れたようにいかに見せるかということで、音をちゃんと鳴らしたりとかいろいろあります。はい、リバースマトリックス終了。さあここから起承転の一番重要な部分に入っていきます。さあ見てください。
1枚のカードです。はい、ワンカードでやってと、はい、これを見る限り彼女のメインディッシュ、メインが一応コインであると皆さん思いますよね。はい、そこに引っ掛けを1個作りました。だから一応コインなんですけど、簡単に言うとコインだけで済まないような方法を作るわけですよ。はい、さあこうやってね切っちゃいます。ちっちゃいピースにしました。はい、これはあの現実的にもう少しね、ここで初めて、ね、今までふにゃふにゃしてキレが出てくると彼女の人生がもうバラ色になるぐらいに進歩すると思いますね。はい、さあできました。ちょっと見ましょうねこれ。はい、要するにこんだけちっちゃいカード1枚、たださえ1枚のカード難しいんでこれでやりましょうということです。はい、これはもう意味理由ができてます。彼女のルーティンとしては最高の、はい、チンカーチンクですね。これも私の作品のチンカーチンクです。お、後ろ前の人たち、俺あっちだよあっちだよって見てますよね。はい、リアクションがいいですね。まっすぐ上げられて美味しいです。ただね、一つ残念なのは、前だけでこの、彼女の、右側、左側か、私たちの右側にいるこの彼をうまく使ってないです。もっと表情のアイコンタクトがしてればもっといいわけです。さあ今バラバラに切れました。とにかくこの、座ってる隣に座ってる彼にどうアピールしてるかということがこの時点ではダメですね。さあ今までバラバラになったところ、さあこれがメインになるんですけど、これを復活させるということですね。誰でもこれを見ると何かしらの仕掛けがあるように思いますよね。でもう一ついきます。はい、実は、このやり方、はい、これねちょっと見てみましょう。はい、なんかよくわかんない歌を歌ってますけど、まあこれはまあ彼女のキャラクターということです。はい、はい、さあつながりました。一瞬ここからです。問題なんか捨ててます、これ気をつけてください。はい、後で捨てられる。そしてつながったものを相手に渡します。それで調べてくださいと言って初めてこの驚きが上がる。はい、そうね。で、まあ、簡単に言うとネタになる部分を捨てるとき、その捨てるときは最後の最後でいいわけだから、結局なんか物を片付けるって持ってくるとどうでいいです。それをあんまり焦る必要ない。さあそしてエンディングが近くなりました。はい、またアイテム出てきました。そしてこれが、そうですね、このベティブーのお人形さん、これの、ところに来てます。最後はやっぱ音楽で始まって音楽で終わる、うん、それなりにイメージを出します。はい、このところはねシナリオをちゃんと作ります。もう英語でも日本語でも関係ない、イメージを使うということで。はい、さあカードが出てますねこれね。はい、見せ所っていうのをやっぱり作るべきですよね。で、技を見せて、いろんなものを見せて、最初からイントロダクションが、まあ、いわゆるプロダクションなことをやって、で、この最後の最後の部分のところで新作を見せて、新作のトークものですね。はい、これ私のね、すごい大好きな自分の作品、イモータルですね。彼女の場合はこれをイモータルでなくて別物で、例えばビートル、うん、ビートル直木マジックですね、あれにする場合もあります。最近はビートルの2ができてなかなか物もいいんで、これは面白いと思いますね。はい、さあ技が入ってます。いろいろなかなかね大変なワンハンドハーフパスも入ってます。基本的に、彼女がこんなヘラヘラやってるように見えてても実はすごいテクニックいっぱい使ってるのが分かりだと思います。さあ、実際には、よく見ていただくと分かるようにツールですね。折り紙が出てきました。初めてここでいろんなこと言ったけど、曲も何も富士山もね、衣装が青材であろうと、それは青材が素敵だからですよ。はい、で袖も出てるから手はやりやすい。だけど日本のイメージになったでしょ、ね、これはジャパンウィーク用に作った演技ですから日本のイメージになることがベストです。はい、残念ながらちょっとねまだねこれね、なんですか、ワンハンドでやるやつの技術的なイメージがあまり上手ではないです。僕はなんとかねうまくやっていただくといいでしょう。ただ作品としては非常に面白いので、これが練習していただければすごいです。はい、もっと鶴の上でちゃんと大きく振った方がいいですね。色の変化のね、はい、これ色が変わってます。
今の最後のところもゆっくり見せたんですね、はい、もちろんこの最後の曲選びも大事で、まあ歌入りにやる場合もあれば歌いらない場合もありますね。これ結構私この好きでいっぱい作ってます。すべての色が、チェンジになりました。だけど1枚だけ引っ掛かっているカードがその人の書いた最後の、はい、なんとかこれでね素晴らしい演技が、一応作れたわけです、こうやって皆さんと一緒に皆さんの演技を解説していきたいと思います。皆さんが送っていただければ同じようにまたは、新作も含めて解説します。どうもありがとうございました。